スタジオだとめっちゃいいのに、コース出るとターゲットこれでしょ？ターゲットこれ。それに対して、自分はここ向いてるつもりがないから、で、こう動いてたわけじゃん。この状態になってるわけ。そう、ターゲットここにあるから無意識。打てない。打てないでしょ？そう。だから、これはでも、こう構えちゃってるわけじゃなくて、スイングが基本的に、こっち向いてこっち打つスポーツだから、主従関係というか、体が腕を引っ張ってくる、クラブを引っ張ってくるから、基本的にここに構えてるのに引っ張るでしょ。うん、だから、こういう動きするのが普通になってるわけだ。うん、だから、こういうスイングの人は、もう右向いて正解っちゃ正解なわけ。わかる？でも、そう、こうじゃないとまっすぐ行かないからこうしてるわけ。うん、なんでこう、どんどん右向くわけ。なんでやればやるほどなって言っちゃうんですか？体の力を入れようとするから。まっすぐ向いて、こっちに回ってくるスポーツだから、スピードはそうなるでしょ、うん、そう。だからどんどん腕をまっすぐ振れない人はこっち入ってきちゃう。そう。だからこれ結構スイングの話にもつながるわけだよね。うん、で、ココルちゃんはせっかくこう体に対してこっちでプレーンを描けるようになってきたから、うん、これ。そう。これでこうやって描けるようになってきたから、うん、あの時コースで言ったのは左向いて、左に基準値を作っといて、右に打ち出そうねってやったじゃん。そう。コースでね。そう。で、これは、王者の中で自分の体の体幹に対してこれを触れる方向が分かってきたからでしょ。そう、こういうことができるようになってきたから、ちゃんと左に基準値作って右向けるようになったわけ。だから多分一般の人になんでって言われてもこのスイングの話をするしかないかなって思うかな。だからこれとかもやってたじゃん、余計イメージ湧いてきてるわけよ。で、こう振るみたいな。あ、そう。この間、そう、こうやって打ってたじゃないですか。あれよかったね。そう。あ、ちょっと待って、なんか、ちょっとなんか、ここで我慢するのやめる。ほっとくの。こうやってなんか、やろうとしちゃうから、止めたくしなくて、しなくて。ちょっと足動いちゃうんだけど。そう、動いちゃっていいの。だから、ちょっと引っ張る VS 押すみたいなので、押す動作が分かってきたから、ちゃんと開いても打てるようになってきた。感じかな。でもそれってアマチュアの人でも実は結構オープンスタンスで、アプローチ、さっきコールちゃん言ったみたいなアプローチとかちっちゃいのでポーンってやってる時はこうやって押す動きできるわけ、うん、エネルギー出さないから、うん、でもこれがアプローチだとできるのに、アプローチでオープンスタンス立てる人って結構いるじゃん。そうですね、多いですね。ドライバーになると全部右向くのに、そう、でそうなって、それどういうことですか。アプローチだと飛ばさないから、基本的にはエネルギーがそうなるし、そんなこっちの運動量も少ないから、みんな風あれなの。でもこれが思いっきり振るってなるとこう来るから、うん、これだとこっち行っちゃうから、どんどんこう向く。で、こうやってそうやってやってるわけ。こういう状態になる。このクロスが一番いけなくて、だからこれがいいじゃん、理想。でもこれを克服するにはこういう状態が必要。そこで出てきたら最高だなって思う。うん、そう。でもちょっとまだあれ、こっちに出そうとしちゃう。そう。でもちょっと動き的にはもう状態でどんどん腕でこっちに出していってもいい。うん、多分不思議ですよね、ちょっとねじれてるのに正面感がある。そう。だから面白いのが、初めの頃にこれと一緒、これ分かってほしいの。この練習するといいわけ。初めの頃にこうやって練習してたじゃん、右向いたまま振りましょうってやつでしょ。この動作ってグイーンって回るとこうじゃん、この状態なわけ。後ろ向いて打て、ここ向いて打ちましょうってやってた動きは、やって、ここで振って、そう、この動きは王者の中でこれがウィンウィンウィンって左向いてって、そうほら一緒じゃない。一緒でしょ、うん、そう、来るところも一緒。一緒。この感覚ができてきているから、ま、右向かなくなってきてるわけ。右向くの怖いですもん。そうでしょ。そう、胸が開かないで捉えてるってやってるとこうやってくるともっと左じゃん、うん、そう。だから全然、だからプロたちが左向いて右にパーンって打ってるの見えたりするわけ。最初に言ってたやつです、ね、うん、なんでプロはオープンさせてドローが打てるんですかね、うん、そう。そんなに右のイメージなんだ、うん、そこまでか。そう。いいよ。